次にサイドボランチの方にステントを留置いたしました。でまた留置後同様にポットを行っております。で、ポットを行った後の OFDR の画像ですけれども、こういうふうに見えました。で、まあ、この場合、こちらを撮るかこちらを撮るかなんですけれども、やはり、まあ、こちらを撮った場合どちらかというとプロキシマルサイトになるのではないかなというふうに考えましたので、一番大きな真ん中に占めてある、ここをセンターとしてここにワイヤーを通すことにいたしました。